はい、では再開いたします。2021年3月に見た映画を振り返るということでね。は THE、い、PROTECTER、えー、絶対に渡してはいけない機密情報24時を、えー、紹介いたします。画像で言うと、えー、っと、真ん中、右寄りあたりですね。はい、まあタイトルがね、すごいあのガキの使いの。 えー、企画っぽくなっちゃってるんですけどこれすごい良い,映画いい映画でしたねはいあのー、ビデオスルーだと思うんですけどまああの知ってる方は知ってると思うんですけどあちらにこれタイ映画なんですけどあのペットタイウォンカムラオっていう方、えー、とマッハシリーズとかに出てる方なんですけどあのその方があの主演なんですね であの、その方が、まあ、あの警備員なんですけど、まあ、あの一応、設定はすぐ明かされる,な明かされるのであの、元特殊部隊の警備員さんなんですね。で、まあ、その人が滑、まあ、空の国だと思うんですけど、まあ、他国の、えー、機密情報の入っているもの、えーまあの争奪戦に巻き込まれて、あのまあ 戦うう羽目になってしまうという話なんですがこのねとにかくアクションが良くてね、あのおそらくあの80年代、90年代の香港のそれこそジャッキー映画とかで描かれたようなアクションとかを彷彿させる作りになってるんで、多分意識していると思うんですけども、ただちゃんとあのオリジナリティあるものになってて、すごく狭くて、ね、雑然とした場所でね銃撃戦して、物は壊れる。えー 人も飛び交うみたいな感じをやりつつその合間にこうコミカルな、ね、ギャグみたいなのを入れていったりしつつですごい漫画的なキャラクターたちが、ね、それをやってるっていう感じで,、まあ、そうなんです多分あのジャッキー作品とかを意識してると思うんですけどアクションの合間にあのそういうのを入れたいとかもね。 ただあの、個人的にはあの漫画家なんですけど、伊藤昭弘作品、あのジオブリーダーズとかワイルダーネスとか、アクション、銃撃戦のアクションですね、ベルスター強盗団とか、えー、描いてらっしゃる方なんですけども、その方の作品、すごく豊富として、その方ももちろんあのアクション映画とかを。あの 意識した作品,品作品を作ってらっしゃるんですけどもなんかそ,、ね、その方のドタバタしたあのすごい派手なアクションを実写でやったらこうなるんじゃないかなっていうのがねすごくマこれ伊藤昭弘作品の実写版じゃんっていうあのがねあってこれはすごく良かったですね。その主人公は ペットタイオンカムラななんんんでで、まあ、おっさんなんですけど仲間に、あのー、女性のそ狙撃手が出てきたりするんですけどその感じとかもすごい、あのー、糸明色作品っぽいですし、あのー、そうさっき言った漫画っぽいキャラクターもねそ,のそういうのに出てくるね、あのー、ジオブリーダーズっていう作品の,あの長編んあ、えー、とジオブリーダーズっていうのに小分け 小ごとに分かれてる作品ではないんですけど一応これ何々編何々編みたいに一応分けられるんですけどその中の一つの「ダイナマイトが150トン」っていうあの急にあのジョブリーダーズって妖怪退治の話なんですけどそれだけ急に、あのー、銃撃戦の話なんですけどそれをすごい放出としましたね何だったら多分これ意識してるかなっていうクライマックスの決闘とかも そんな感じも覚えましたね。もしくは、もしくはあれって言っちゃうともう本当に、あの、ネタバレっぽくなっちゃうからあれなんですけど、もしかしたら意識してるかもしれないっていうのがありましたね。はい。これはね、すごく、 いいアクション映画でした。で、短いんですよね。確か90分あるかないかぐらいだったんですけど、そこにまとめられるっていうのがなかなか良かったですね。はい。あと、ちょっと細かいのが、これ、弾が人に当たった時に煙がパーンって飛ぶっていうの多分2000年代、あの、バンテージポイントとかからのあたりから、あの、そういうのよくやりだしたんですけど、ハリウッドとかで。 そのやり方なんですけど、この映画も。それがでも結構よくできてたなっていう。あ,あ,のあと、それをやるけど、やっぱりこう銃で撃たれた傷口も見せるんだみたいなのもありましたね。まあ、その辺は独特だなって思いましたね。はい。これはね、なかなかいい。 映画でしたね。ザ・プロテクター、絶対に渡してはいけない機密情報、24時。ということでね、これはね、アクション好きならぜひ見てください。で、伊藤昭弘作品が好きだったら、やっぱりぜひ見てくださいっていうね、作品でしたね。はい。えー、で、続きまして、なんだろうな、ああえーっと、モンスターハンタ モンスターハンターとジャンクヘッドで終わるので、えー、とりあえず先に、順番的にはモンスターハンターを見たんですけど、一応同じ日に見たので、ジャンクヘッドを先に、えー、振り返ろうかなあの。画像で言うと一番右端にモンスターハンター、ジャンクヘッドってあるんですけど、ジャンクヘッドなかなか良かったですね。これずっと、もう始めから最後まで面白かった、これ。 これあの、<laughs> まあ、あの、作ってらっしゃる方がね、すごい今炎上されてると思うんですけど、<laughs> ま、それは、もう、それは炎上するわっていう内容で炎上してるのでね、あ一応ね、作品と作者はい、い切り分けて考えるということで、面白かったです、これ。あのー、設定的にはもう、ものすごい未来で、で、人類は不老、 不死になってるんだけど、その代わりに生殖能力を失って、で、人工生命体が、えー、地下にいるという、えー、世界で、まああの、その人工生命体たちの世界に人類が、えーまあ、調査に行くという話なんですけども、すごいこう、まあ、これまた日本の漫画なんですけど、ブラムにへトむの、あれをね、彷彿するぐらいの。 ハードなね、SF でかつ治安の悪い SF でっていう文化も独特でで異形の化け物がね活っ歩してるっていうねえー、世界なんですけどずーっとね登場人物たちがすっとぼけてるんですよねなんかそれもすごく独特でなんか韓国映画のすっとぼけてる逆シーンみたいな感じのすっとぼけ方をずっとしてるんですよねでそこでその生きてる人 人の姿を、まあ、主人公、一応、その人類の目を通して描いていくっていう感じで,で、その感じもね、すごく心地よかったですしね、で、これ、モンスターものの要素もすごくあるんですけど、そのアクションもすごく面白くて、あのー、そうそう、モンスターハンターと同じ日に見たんですよ。でモンスターハンターの方、まあ、後でもっと詳しく、 言いますけどモンスターハンターの方でモンスターハンターって基本的にはあれじゃないですか武器格闘で怪獣と戦うみたいなゲームじゃないですかでまああるんですけどその弱さがあるんですけどあのー、ちょっと少なめだったんですね思ったよりでちょっとこれ物足りないなと思ってジャンクヘッド見に行ったらジャンクヘッドの方がもう格闘戦で化け物と戦うっていうシーンがすごいよくできてるのがあって ってなって、なんか満足しましたね、そこで。あれはね、なかなかすごい、あのー、よくできてるアクションでしたね。はい。で、あのー、まあ,あ、のストップモーションアニメなんで、ね、ストップモーションアニメとしてもすごくよくできてて、でちょうど、あのー、プイプイモルカーっていうのが、すごく流行って、私も好きなんですけど、あれ。 なんでしょうね日本人の方のストップモーションアニメでこんな傑作が続けて連続で見れるなんてなかなかこれは幸せだなっていうふうにはい思いましたねはいということで、ね、ジャンクヘッドまああの、まあ、炎上はしてるけど多分あの上映をやめることはないと思うのでよっぽどのことがない限りこれもねあのぜひ 見てくださいっていう感じの作品ですね。はい。えー、で、続きまして、モンスターハンターですね。はい。えー、見てきました。まあ、あの、今、さっきちょっとね、ジャンクヘッドのところまで、ちょっと物足りなかったって言いましたけど、まあ、まあでも、あの、個人的にまず、原作は、あの、それこそ PSP 時代の作品ぐらいまでしか私やってないんですね。初代 ドスっていうぐらいしかやってないので原作に対してどうこうっていうのはあんまり言えないんですけどまああのー、基本的にね怪獣退治のゲームですねそれもあのさまざまな武器、えー、基本的に接近戦、まああのー、弓とかもありますけど 接近戦の武器格闘的な戦い方で、えー、怪獣退治をするというね、えー、作品を、まあえー、ポール・ダブル・エス・アンダーソンがまた奥さんのミラジョボビッチを使って映画化するということでしかもトニー・ジャーが、えー、とトニー・ジャーとミラジョボビッチの、ね、ダブル主演だということでねこれはそう期待できるぞと思ってたんですけどねまあだからこそあのこのアクション 女優、アクション俳優、この2人が、ね、主演なんだから、その怪獣と格闘戦で太田島輪を演じるってところをもうちょっと見たかったっていうのがあるので、そこで、えー、物足りなかったって思っちゃったところはあるんですけどね、ただ、でも全体的には、ね、すごくよくできてる映画でしたね、あのこれ6000万ドルしかかかってないそうなんですね、あの制作費が。 6000万ドルってすごい大金ですけどアメリカのビッグバジェットの作品としてはかなり低予算で、えっと、マイケル・ベイの『トランスフォーマー』の1作目が1億2000万ドルとかだっけかななんですけどこれですら低予算だって言われたんですねでマイケル・ベイはかなり苦労したんですけどあのコメンタリーとかで聞くとこれであ何万ドル浮いたみたいなあの編集とかを駆使して。 あとその劇中の描写として、ね、ちゃんと面白くするっていうのを考えてっていうのでやってるのは見れるんですけどと今多分一番今金かかる映画は MCU の作品だと思うんですけどアベンそれも「アベンジャーズ」とかですねもう、えー、オールスターものだと思うんですけど記憶にある限りそのいくらなんでもハリウッドの成績がか,かりすぎだって言われてたのが。 ちょうど、パイレーツ・オブ・カリビアンのデッドバンド・シェストとか、あと、あの、ライミ版のスパイダーマン3とかやってた頃で、その頃が確か3億ドルとかだったんですよね、その辺の作品が。でも、要するに、あの、アメリカ映画でピック・バッシュットの作品ってそれぐらいかけてるんですね、お金を。で、今回、まああの、カプコンのね、対策ゲームの、 えー、映画化ということで、もちろん大作映画になるということで、えー、でちゃんとミラジョービッチっていう、えー、スターを起用して、フォール・ダブル・エス・ハンダーソンっていう、えー、実力ある、えー、監督を起用してっていうふうに、えー、下を、ということを考えると、やっぱ6000万ドルっていうのはなかなかの低予算だなと、えー、ちなみにこれ、サラマンダーも6000万ドルだったみたいですね。はい サラマンダーもよく6000万ドルで作ったなっていう映画ですけどもただまあこのモンスターハンターもよく6000万ドルで作ったなっていう作品ではありましたねただまあその分で何というかねすごく省エネ感みたいのを覚えちゃったのは否めな,ないんですよねこれはあのさっきの格闘戦を見たかったっていうのにも加えてなんですけどもいや基本的に舞台がね荒れ地か砂漠なんで,でまあ怪獣が暴れ回るってなると やっぱそうするとね、巨大感とかを見たかったり、なんか破壊とかを見たかったりするんですけど、そういうのが少なくなっちゃいますからね。まあ、もちろんそういうのを描いちゃうと良さがかかっちゃうからっていうのはわかるんですけど、やっぱ怪獣映画としてはちょっと寂しいかなっていうのはありましたね。ただ、あの、冒頭でその砂漠でガラス化してるぞってなるシーンがあるんですけど、ガラス化してるってことはそんな高温の炎を吐くやつがいるのって。 なるのであのそのもワクワク、ねはい、まあ,あの面白かったんですけどねやって、まあ、やっぱその物足りないっていうのが結局映画として一番面白かったのがミラジオ・オビッチとトニー・ジャーがこうあのイチャイチャして喧嘩したりサバイバルしたり修行したりするっていう部分が一番面白かったんですよ。であの面白いからいいんですけどでもそこじゃなくて怪獣退治のところが一番面白かった あっ,ったっていうのがあります、ね、ただまあそこもすごくよくてきてるんですけどねあのツイッターの方でも書きましたけどあのミラジョヴィッチがトニジャージアにトニジャージアはあの言葉が通じないんですけどもこれあのこれ国籍とかじゃなくてあの異世界の人間だから通じないという設定なんですけどそれにあのチョコレートをあの渡すシーンがあるんですけど。 そうあの白人がアジア人にチョコレートを渡すっていうのを今や,やるっていうのをすごく大真面目に描いてたんでそこをそこれポール・ダブル・ース・アンダーソンじゃないとやっぱできないなって思いましたねですご本当に丁寧に描いてるんで見てる分にはまあ怒られるかもしれないけどでもこれちゃんとやってるじゃんってあのなるんでね食べ物を、あのー、分け与えるって で生物っていう意味で生物の行為としてもかなり高等かつ完全に味方だっていうあのせことになるっていうのとあと物語の上でも作撃の上でもねあの食べ物を与えるその食べ物を、えー、受け入れるっていうなんかあのすごくねなこれで仲間だっていうのを表すっていうものになってるので、ね、それを。 シーンとしてチョコレートっていうのを入れてで、その後チョコレートっていうのが美味しいものっていう意味として劇中で機能していくのでだからあのトニー・ジャーもあのミラジョブビッチに、ね、チョコレートを渡すっていうチョコレートって言ってはあるものを渡すとかっていうシーンとかもあるのであのその辺はすごく良かったかなっていうであ,あとそうですね、あのー すすごいよよく笑うんですよねトニー・ジャーもミラジボビッチも。でこトニージャーミラジボビッチもいいんですけどトニー・ジャーすごくいいなって思ったのがすごくいい俳優さんとしてももちろんすごくいいんですけどなんて言いますかねあのジェット・リーが00年代ぐらいにハリウッド映画によく出てた時のジェ,あのジェット・リーのすごいあの真面目なアジア人の青年で,であのにっこり笑って。 でも戦うとものすごく強くて、しかもえげつない殺し方とかもできるみたいな。あのっていうのをなんか引き継いだ感じのトニー・ジャーの。めっちゃあのニックニク笑ってるんですけど、めっちゃえげつないこともするし、めっちゃ強いっていうあの,のがね、よくでき描けててよかったですし、あとこのトニー・ジャーとミラジョヴィッチがよく笑うのが、あの、ワンピースのすごい最初の頃だと思うんですけど、あの、ウソップが、 あのルフィたちはよく笑うっていうのを常に命のやり取りをしてて明日死ぬかどうかわからないから全力で楽しめるしだから全力で笑ってるんだみたいな風に言うんですけどあの笑い方なんですよねミラジョービッチの笑い方とトニージャーの笑い方がそれもねあこれはフォール・ダブル・エス・アンダーソンじゃないとできないなって思いましたねこんな少年漫画的なねあのその描写をね 多分ワンピースを読んでとかじゃなくて素でやったんでしょうけどあれはなかなかね良かったですねはいだからあの基本的に人はすごくいいんですよね出てる人は、はい、やっぱあの怪獣映画としてもうちょっとっていうのがね ありますねただね、この終わり方がね、そうああ、ちょっともうちょっとだなーって思いながら見てた最後のラストシーンが、ポール・ダブル・サンダーソン作品としては、あのー、一丁点ぐらいのね、えー、すごいいい終わり方だったんで、ね、ああ、よかったなーと、ああ、これはもうこいつは、モータル・コンバットの頃から何も変わってねえやっていうのがね、分かったんでね、あのー、すごくよかったですね。はい、あのー、ほんとそういう こいつこの終わり方好きねって終わり方するんで、あのー、あれは良かったですね。はい、うん、やっぱね、そう、あの、ツイッターの方でもね、あの、私がフォローさせてもらってる人とかもよく言ってたんですけどね、あのー、やっぱりこの6000万ドルっていうのよく作ったなと。 いう意味ですごくいい映画なんですけどただやっぱりあもうちょっとっていうのがあるっていうね、うん、いい映画なんですけどねいい映画なんですけどちょっと言いたくなっちゃうっていうでそれも,もう別にポール・ W ・ェル・アンダーソンはいい仕事をしたミラジョブ・ビッチもトニー・ジャーもいい仕事をしたっていうあのー、映画なんですけど、うん、ちょっと っていうのがね、残る感じでした。はい。モンスターハンターでも、まあ、いい映画でしたね。はい、ということで、えー、今月じゃないな、もう、日付が変わって4月1日か、はい。えー、2021年3月に見た映画振り返るということで、えー、まあ、一通り話し終えた次第ですけども、まあ、いい映画が多かったし、やっぱ劇場で見る機会がね、多かったの良かったですね。あ、どうも、ウィルさん、こんばんは。 はいえっ、ー、と今一通り言い終わっちゃったので一応ウィルさんに言っとくとアウトポストはいい映画ですねはいアウトポストはすごいいい戦争映画ですねあと,あとザプロテクターもすごいいいアクション映画なんで見た方がいいですねあとはモンスターハンターも、えー、いい映画なんで見た方がいいですねはい、うん、と、うん、ビバリウムとジャンクヘッドもいい映画でしたねはいっとアウトポスト見ましたがあらいい映画でしたねあれはねほん あのカ,カメラワークがあれ、どうい,い,ついつあれ、ドローンになったみたいなのがすごくよかったね。あ、ジャンクヘッド行きましたかジャンクヘッドもね、本当、ジャンクヘッドのねあの、化け物と格闘戦で戦うっていうシーン、すごいよくできてるなって思いましたね。はい、あとは、まあ そうだな、まあ今一応、ま、一人喋ったのでまとめようと思ったんですけどまあそうそう今月とにかく劇場でちゃんと見れたのでねはいで来月に「スイッチ」がやっと公開するんだっけな来月っていうかもう今4月だから今月か1週目じゃなくて2週目だったかな「スイッチ」もね、見たかったんだよね 今後、今、どん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 あのスケジュールがね、公開はできるけど、どんどん公開されていくから、スケジュールがどんどんずれ込んでいくっていう現象が起きてるときですからね。ああ、ビバリウムもね、いいホラーでしたね。あの、もう徹底的に人知を超えた存在に、蹂躙される人間っていうのをずっと描くっていうのは、あれはなかなかいい映画でしたね。 ビバリあそうださっきの枠で言わなかったと思うけど、あの子役の子がすごいなって、あれと、吹き替えかな、吹き替えじゃなくて、あの声の演技してるとしたら、相当、化け物じみた子役だぞって思いましたけど、あの演技の上でですね、あの化け物なんですけど、子役が、あの演技力の意味で化け物じみたなっていう感じですね。 なかなかうん、ラストも良かったですねあれはね、あれはすごくいいホラーだったそう。さっきも言ったんですけど、ホラー映画だから、あのこれは社会のこういう面を映して描いてるんだろうなとか、こういう面を批判して描いてるんだろうなみたいのが、ホラーとか SF とかだとあるし、ビバリウムにもそれはあるんですけど、でもあくまでそれは踏み大なんですよね。そこの先,先があって そこの先にあるのがもう単純にこれはもう人知に及ばない存在だっていうホラーなんですよね。あれはすごくね、いいホラーでしたね。はい。エヴァ,エヴァは僕はあの満足したのでいいですっていう感じですね。すっごいつな不満点は多いんですけどね。うん。あ、さっきの枠で言わなかったけど。 言わなかったなな言わなかったから今言うけど別にネタバレじゃないからアクション描写がねエヴァがやっぱりあの歯が一番良かったというかピークっていうかピークっていうふうに言うとあのー、旧劇場版の量産機戦あたりとあとやっぱ歯のあのー、走ってるところとかがすごくピークだと思うんですけど。 うん、9以降ねやっぱこれもあの「モンスターハンター」をもっと怪獣映画っぽくしてほしかったのに近いんですけどうんなんかねアクションアクション頑張ってるんだけど単純にその建物とかがないから巨大感がないだけかなって。 って思っっってたんですけど、ややぱぱそうじゃない、ね、やっぱアクション描者がなんか面白くないなって思ってでアクションじゃないところはすごく良かったんですよねエヴァの,あの動きがまあそれはもう庵野秀明がもうそういう画角とかビジュアルとかをもうバシッとかっこいいの撮りたいっていうのがある人なんだなっていうのは分かってるんでもう実写映画なんかまさにそうですもんね「シン・ゴジラ」なんかそういうのの連続ですからねで だから別に止まってるシーンはそれでいいんですけど、アクションシーンがもうちょっと頑張ってほしかったなっていう。うん、しん、じくんはね、あの辺はね、俺あの辺ね、あのー、皆さんいろいろ、あのー、不満があるみたいなんですけど、あの子、俺も不満なんですけど、どっちかっつうと、あそこは、あのー、もう、あの、 同じことの繰り返しじゃんって思ったんでもちろん違いますよ旧シリーズテレビシリーズと旧劇場版とはでかなり対になるセリフもありましたしシンジ君にあの旧劇場版で旧劇場版じゃないかテレビシリーズかもっと僕に優しくしてよっていうのの対になるセリフがあそこでちゃんとあるんですけどあの村のところで。 で,でもね、なんかね、あまりにも特に、あれですね、レイですよね、レイの描写があまりにも同じことの繰り返しじゃなきゃってなったんで、ああの、あそ稲中卓球部で、あの前、ー、のだな、前のに卓球を教えようとして、で、前野もやる気になって、やるぞってなって、で次のページをらってめくったら、あいよが上手、あいよが上手って言って、前のマイノが。 卓球の練習に耐えられなくて、行事対抗して歩けなくなってる状態になって、で、前のがやっと立ち上がって歩いて、やったー歩いたーってなって、あのー、終わるっていうのをめっちゃ思い出しましたね、あそこは。ああ、そうですね、あのーか、かっこよくはないなっていうのは、偉業としてはいいやつは何体かいたんですけど、何体かだなっていうのはありましたね。 やっぱね、アクションはね、アクションを見せて欲しかったなっていうのは、ありましたね。あの、そう、あの、たぶん、いや、えっ、ー、と、エあれの新エヴァを見て、で、かつ、スパロボをやってる人ならわかると思うんですけど、スパロボじゃんって思いましたもんね。スパロボで、あの、雑魚的、U、UFO ぐらいの雑魚敵が、あの、シュバン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 っていっぱいバーって出てきて、 で、その、そこに、あの、紙をゼータンガンザムに乗せて突っ込ませて、で、みんな攻撃してくるけど、全部反撃でバババババって倒すみたいなの、じゃん、これって思いましたね。<laughs> うん、いや、うん、そうですね。不満、一番の不満点はアクションだな。え、シン・エヴァンゲリオンは。ただ、これは Q からの話ですね。Q の頃からちょっと、うん、っていう感じだったな。うん。 あ,あ予告はね、あの、まあいいけどっていう。ああ、そうですね。あのドキュメンタリー、プロフェッショナルですね。プロフェッショナルで、あの、あの、プロフェッショナルを見て全部完結したっていうふうに言ってる方もいましたけど、まあそうですね。全然、全然違うシーンとか映ってましたしね。まああの辺は、なんか震災を経験して、あの、2011年の、 でまあ、いろんな作り手の方がねそれに影響を受けていろいろ作り直しててでそらくこの「シン・エヴァンゲリオン」の最初の村のやつとあと結末ですね最後のあの真、ー、珠君の描写とかは多分そこから来てこういう作り方にしたんだろうなと、あのー、思いましたけど <laughs> まああのう、ー、つになりやすい人なのかもしれませんけどそう、まあ、状況もねあのー ガイナックスの件とか聞くとね、これは、それは、あんた打つんるわっていう感じでしたからね、はい。まあ、そこはね、あの、もう、とりあえずあの、楽しめたから、楽しめたもの作ってくれたからよかったわっていう感じですね、はい。まあ、そんな感じで、とりあえず、そう、だから、4月公開の映画、これみたいなのは、 あんま言えないのであれですけど、とりあえずスイッチは公開するから、いや、あとは伸びるかもしれないし、伸びないかもしれないしって感じだから。ああ、そうですね。それもありますね。生きてるうちに見えち良よかったということで。はい。で、もう、あと時間が十何秒しかないので、ちょっとここでもう終わりにします。すいません。ちょっと駆け足になりますが、お付き合いいただき、ありがとうございました。